した人、はい、じゃあ私が懐には使っておきますんで、誰かスタッフさんに行ってください。はい、はい、ということで裏の準備はできたかな、うん、ちょっと待ってくださいね、できた、ちょっとリアルですよ。OK、 あー OK でございます。ということで、はい、ゴンロクさん、はい、戦国時代のね、清洲会議ではそうですね、猿目にやられてしまいましたが、やられちゃいましたが、この平成の清洲会議は、うん、わしが仕切りたいと仕切って、天下をね、まあ、狙っていたみたい。はい、はい、それでは始めましょう。はい、平成清洲会議拍手じゃー、本当に。じゃあ僕らこっち行きましょう。はい、ね、お邪魔じゃないと。わー、こんだけ無償酸素飲むとね、圧巻でございますね。じゃあこれは何をやるんですかね、今回。あのですね、各隊、地域でも自分たちの地域でも、自分たちの隊の自慢でもいいですが、最後に何々して良きかな、最後必ず良きかなを。じゃあ自分の身近にある地域、武将の特色でもいいから、こういうのが良きかなっていう、ね、そうですね、お客さんに向けてそれをやってもらいます。なるほど、最後うちの親方様に、うん、どこの隊が良かったかも。なるほど、じゃあ信長さんにコミを打ったら勝ちかもしれないですよ。そうですね、勝ちは出る。いやでも おじいちゃん、おじいちゃんいいかな、何近所か違うの、さっきね、じゃあ信長さんをね、あ、ごめんなさいね、こちらの信長さんは僕おしっこしようと思ってトイレに行って、うん、いやトイレの前にいらっしゃって、でちょっと待ってくださいって言っておしっこして手洗うじゃないですか、うん、で僕この格好だったからハンカチーフがなくてね、ハンカチーフが楽屋に戻ろうかなと思ったら、うん、握手を求めてきて、で僕おしっこ言ってね、手洗って拭いてないんです、そんなんわしてる気はええ、わしてる気はええ、このあの赤い手袋でね、あの拭かしていただいたんですよ。いやこの信長様いいな。素敵、いや大好きです、ありがとうございます。いつもついていきますけどね。はい、ということで、はい、じゃあどうやっていきますか。じゃあ我こそはという隊から手を挙げてもらいますか。まあ、全員には言ってもらうので、はい、被らんようにした方がいい。そうですね、基本的には全員お話しいただきますけど、一番やるのは誰ですか。はい、一番前には多分代表者が並んでる。もしなければ僕がこっちから選んじゃいます、ね。はい、譲り合うね。ああ、ランマルさん、森ランマルさんね、お願いします。あれ入ってないかな、あれ、はい、はいよ、はい、ミニオカネヤマ森ランマルです。はい、うちの良きかなのところはまず一つ、カネヤマの城跡が昨年8年の歳月をかけまして国の指定文化施設に登録されました。おお、そしてもう一つ、来年私が450歳の誕生日を迎えます、うん、森一族みんな信長様大好きで良きかな。おお、うまくまとめましたね、うまくまとめました。はい、あー、ちょっと行こう、次何かも、はい、この流れはあっちからになりましたね。友情を盛り上げたい斉藤さん、友情、はい、我が岐阜は、ありがとうさんじゃ出ちゃうからね。我が岐阜は、人口42万を数えるんだが、その中心部に全山国有林の金華山があり、その山頂には岐阜城があり、眼下には長良川が流れて、古き歴史迂回もあり、新しき観光都市となっておる岐阜城、みんな良きかな。良きかな。あとね、毛の生えた斉藤堂さんがいますからね、岐阜城にはね、堂さんさん、ニワトリのごとく、クジャクのごとく。さあさあさあ、じゃあ次はあの堂さん様の手前は、貝の虎武将隊さんですね、はい、勝頼さん。それではこの武田勝頼から貝の国の魅力をお伝えしたいと思います。甲斐の国は何といっても山に囲まれた国でございまするが、何といっても世界遺産になった富士山がございます。甲斐の国からは裾野から見え大変綺麗でございまする。じゃあ勘助のちょっとあれを出して何を、なんか出すなと思ってきたんですね。皆様方が持っていらっしゃる千円札、じゃあ千円札にすごい表を見ると富士山が映っております。本当だ、知らなんだ。この富士山は、富士五湖と言われております元栖湖から見た富士山でございます、うん、
本栖湖、はい、ぜひ甲斐の国に訪れたならば本栖湖から富士山で、堪能する。それで陽気あっ、はい、ありがとうございます。素晴らしい富士山推しね。やばいね。さあちょっと上田さんは一回飛ばさせてもらっていいですか？いや上田さんは後々喋っていただいた方がみんなで待ってるんで、はい、ためといてくださいエネルギーを。すいません真田様、刀を抜くでは、飛ばしたら次はどちらになるのかな。こちらに来るのかな。あ、岡崎。はい、どうぞ。あ、我ら岡崎さん、我ら諸々の事情により2人だけになってしまいました。やす子たちがね、ちょっと今舞台の稽古が行っておるもんで、我ら岡崎のいいところ、良きかなっていうところはやはりビストラインというものがございまして、ビストラインというのは岡崎城の天守閣と、北に3キロ先にある大樹寺という松平家の菩提寺を、望むその線のことを言うのでございますけど、こちらはですね、まあ、最近条例が予約定まったんでございますけど、その前までは、その住民の方々の、暗黙の了解でその線上には高い建物を建てちゃいけないという歴史を守ろうという心からそういうビストラインというものができたのでございます。岡崎というのは、やはり徳川家康公の生まれた場所でございますので、そういった歴史を大事にするところが良きかなな、岡崎の良きかななところでございます。はい、では私、愛知戦国姫大の一から生まれてますな。はいはい、まあ、私たちはやはり愛知なんでございまするが、愛知といえばの、まあ、神社仏閣の数がなんと日本一にございます。そしての、なんといっても三英傑をはじめとして、まあ、どえりゃ素晴らしい武将様方がですね生まれた土地にございまする。その中で、なんといってもの良きかな2つございまして、1つは、はい、私たち愛知戦国姫隊が存在すること、はい、もう1つございます。それは何といっても、この武将隊文化が花開いたということにございます。よっしゃなイッチさんのハートの強さ、素晴らしい。かっこいいですね。マイクいらんねえ。いらんですね。いらんねえ。今日お話振っていいですかって言うと、私なんか別荘もございません。私なんか別荘もございません。会場ではパシーンってやってください。ありがとうございます。さあさあさあ、次は狩屋城を築城盛り上げたいですか。はい、入っとる。わしら、はい、築城盛り上げ隊の本拠地刈谷の良きかななことといえば、一つ県海地というものがございまする。この県海地刈谷にございまする刈谷ハイウェイオアシスというところでございまする。皆さんご存知でしょうか。お、あ、ほら、あ、ありがとうございまする。そう、なんといってもこの刈谷ハイウェイオアシス、全国で2位、県で一番の集客量を誇りまする。そして運転で疲れた方には温泉に浸かって休んでいただいて、お腹の減ったわしみたいな食いしん坊の方にはたくさんの飲食店で食べ歩きやお食事をしていただいて、とても楽しめるところでございまする。そしてお子様方にはちょっとした遊具、そしてゴーカートやメリーゴーランド、他にも観覧車などちょっとした遊具がございますので、そちらで楽しんでいただけまする。そしてもう一つ魅力がございまする。それはわしら刈谷城築城盛り上げやすい。盛り上げたいじゃなくて、ていって言いました。彼らの作りを盛り上げていってね、このさ、ていってね、最後の最後にやっちゃいました。そしてあなたが食いしん坊かどうかはみんな知らない。それは、えっかりやー。はい、ありがとうございます。さあ、そしてさあ、信長様、わしだね、はい、やりづらいね、この後。いやいや、大丈夫でございます、大丈夫でございますよ。わしら岐阜はね、先ほどのマムシの親父のはね、まあ、ええとこバチッと言ってくれたんで、うん、まあ、かぶるとかんで、まあ、一つは食べ物じゃね。お、岐阜のええとこはやっぱ食べ物が、まあ、名古屋とようにとるね、うん、基本的には。例えば味噌が赤い。味噌が赤い。
味が濃ゆい、うん、いいことだねみたいな、いやいやいいことね、でわしは味噌を使った美味しい料理、わしの味噌だねやっぱり、ね、なんて味噌汁、味噌汁かもう喋りも聞こえ取りづらくなってきた、大丈夫、味噌煮込みとかね、そう、そう、そう、それが言いたかった、土手丼のね、全部言われそうだね、これ、そうだね、で、そうなの、金華山のな、親父殿がおわすところにはなんと、うん、信長の土手丼という、おこれまた美味なものがある、うん、なるほど、土手丼があるんですね、土手丼、土手丼がね、これはまたもあの全国から皆さんね、うん、来た人は食べて行ってもらっとるけどもね、あこんな美味しいもんあるか、中国の一度試して、うん、あ、全然食べたい、うん、土手丼が良きかな、イエーイ、わしの方がよっぽどやりづらい、はい、あの図ですから、唯一の三重県でございますから、わしはあの図戦国武将隊モノノフ担当わけび光義と申します。改めましておみちりおきよ、まず、三重県といいますとこう47都道府県の中でも最も、場所がわからないところとも名高いかもしれませんな、あの意外とこう特色がなさそうなイメージがあるのかもしれません、はい、しかしそんなことはありません、うん、三重県もなんと食べ物の発祥がたくさんあるのでございます。お、食べ物、まずは味噌カツ、なんとこれは三重県伊勢の国発祥の地なんじゃ、そして天むす、天むすも実はそうなんじゃな、じゃないんじゃ、これは名古屋の師匠やばいっすね、三重県という、こう県民性ゆえこう他県にこう取られてしまうのじゃが、実は三重県が発祥な、発祥口はね、そしてもう一つ、はい、これも知られておられるな、たい焼きじゃ、たい焼き、これも三重なんじゃ、しっかり調べたので、まあ、間違いないと思うんじゃがの、そしてもう一つ極めつけ、今からの季節にぴったりの果物といえば、なんじゃろうの、わかるか、別名、赤い宝石とも言われておる、いちごじゃな、うん、なんと、三重県、そして、この、あの津、現世の津市、うん、ここが、いちご大福の発祥の地なのじゃ、いちご大福、皆さん、ご存知だったか、どこから来たの、知っておったか、知っておった方々、拍手してもらえるととてもわしの心強いの、おお、知っておったらない、これらの食べ物をこの寒さの厳しい時期に食べて、もちろんこなたの愛しき人と一緒にパクリと良きかな、はい、で、はこういうのが、こういうのは得意なカツサブロに任せます。前、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 ちょっと、大丈夫ですか、私。はい、お願いします。わしらは結成してから本日まで、毎日、清洲城の方で紙芝居をやっとったんじゃが、本日までの間に本当にたくさんの方々に、わしらの紙芝居を見ていただくことができて良きかな。ああ、素晴らしい。上手。上手。じゃあね、信長さん、皆さんの聞いたところで、はい、次行きますかね。ちょっと待って、ちょっと待って。入ってきなさいよ。さっきアイコンタクトしてたでしょ。ちょっと今聞いてたでしょ。言ったつもりになってたもんね。じゃあ、すみません、雪村様。あ、じゃあ。日本一の強者でございますから。はい。雪村様のお国の素晴らしきところを、なぜ回ったと口に。はい。マイクが入らない。さすがに。はい。入っております。ありがとうございます。じゃあ私、なぜ一人だけ前に行ってんの。良すぎる。二つあります。二つも。はい。一つは、はい、日の本、あなた武将隊あれ。うん。はい。日の本一のアイドル武将がおりまするその名も武井十三。なるほど。雪村の方どういうことですか。説明しないとさっぱりわかんないです。自称でございますね、これ。言ってるだけでいいか。どうなれば良いかなというふうに。武井
称アイドルだと。自称アイドルでございます。なるほど、それをみんなの力で日本一のアイドルにしようではないかと。良き金なく良いかなーっていう感じの疑問形でございます。いやいや、そうです。では加計さん、なんか一言を。では中なりダンスのステップワンアクションなりアイドルらしいとこみたいになってますけども、せっかくですので信州のおすすめ。だんだん下がっとるからよろしいですか。はい、信州と言いましたら皆様何でしょう、イメージするもの。ピコ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 の時期が終わっちゃったんですけども、今はやっぱりとっても寒うございまする、うん、なんと上田市の誇る菅平高原マイナス29度でございます。標高2207メートルからスキーを楽しむことができます。ぜひぜひ皆様、味わったことない寒さを信州上田に体験してください。素晴らしいですね、一つの、うん、バナナで釘を受けます。雪村様、ではもう一つは、もう一つ今、一つが良きかな。あー、そういうこと。あー、かけ重曹よということで、二つ目が真面目にマイナス29度持っとるよということでございます。そういうことか、素晴らしいな。いや、それかっこいい。ありがとうございました。では信長様、清須の信長様って言っても、なんであなたが清須の、あなたは雪村さん。なんだろうな、あの人、面白いな。面白いな。いや、ほんでシャキーンって、俺かっこいいでしょみたいにパパッとするけど。さあ、信長様、良きかなね、いっぱい。あったね、いっぱいあったね、それぞれにね、いいところがあって、ね。はい、やっぱりね、うん、まあ、好みもございましたね、これは。うん、ね、そうだそうだ。今日の一番ですね。はい、ちなみに選ばれると何かあるの？ん？何かあるの？選ばれたら、信長様に選んでてもらったという名誉がいただきました。なんだ、あー、信長様、ね、僕は選ばれておこうかと思ったけど、じゃあ1位選ぼうかな、せっかくだからな。ね、よし、じゃあ1位は心の強いこの愛知全国姫だ。おめでとう。関わることもね、言ってくださいましたもんね、奥様、うん、ありがとうございます。いやいや、なんか俺もその絵描いてなかったでしょ。いや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 、みんな見たの。いちさん、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。とんでもございませんね、本当にこれからね、もっともっとね、皆様発展していただいて、あのね、たまには蘇っていただいて、蘇っていただいてね、いただけたら良いなと思っております。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。以上、気を使い、いいですか、この奥様。はい、大丈夫です。この奥様、言い残すことないですか。400何年前には秀吉殿にね、まあ、大将が、まあ、うちの嫁が大将取れたのでいいです。そうですね、よかったよかった。はい、見れば気を使いもうまくいきました。はい、さてさて、そろそろ宴も終焉の時間が近づいてまいりましたね。まずはですね、まずはもっと、うん、あの会議はまだ控えておりますので。そうそう、一つね、うん、あの電子海がですね、あら、届いた。じゃあ皆さん、スクリーンの前をちょっと上げていただきましょうか。ここにも顔なさんだ。逆ですよ、開くんですよ。開きます。じゃあ、部署の皆様、お座りいただいてもいいですか。お客様が見えないといけないので。電子海が届いておりますゆえ、誰から電子の海がね、嬉しいですね。でもね、これね、お客様便利になったもんだね。皆さん座れましたか。ではお客様の準備もよろしければ、はい、VTR をいいですか、お願いします。ちょっと明るいですよ ね、明かり、舞台上の明かり消しましょうか。前のスポットが明るいですね。このスポット4灯4灯ある、この明かりを消してください。いけますか。あ、ちょっと待ってくださいね、 VTR 待ってくださいね。ちょっとね、見に行くんですよ。パナソニック待ってくださいね。パナソニックさんか、すごいな。すいません、お客様少々お待ちくださいませ。今ちょっとね、機材のことで。こちらの明かり、あ、止めてください。中止めてください。プレイヤー止めてください。プレイヤー止めて、明かりを消して。すいませんね、ちょっとお待ちください。今、舞台上もまだ、ついてるので、こちらの明かりも消していただいた方がお客さん見やすいと思います。上から吊ったるやつ、これ消せますか。照明さんはどちらにいらっしゃいますか。あ、そういうことです。これだけですよ。はい、じゃあ、はい、お客さん見えますか、見えない人いませんか。で、見えますか。
見ますね。見ますか。ベスト8これも切るとね、いいんだけどね。そうです、ありがとうございます。あ、見ましたよ、おそらく。ね、では、VTR をよろしくお願いします。紙踏みが届くのかね、勝家様。楽しみでございます。準備はいいですか。では準備でき次第再生をよろしくお願いします。あ、来た、来たかな。はい、プロジェクター。あ、ね、プロジェクターってことが連動してるんですかね。あ、全部すべて連動してるんですが、ね、リハの時お前調子よかったな、お前音をね、うん、まあそれがね、本禄様、うん、この平成のからくりの面白いところでございます。この間を見るのもね、皆さんの楽しい時間でございますよ、はい、これ。で、こうやって暗闇でみんなと一緒にこうやって笑ったのが、また笑い話になります。これ、キャンプの映画鑑賞みたいな意味になってる。あ、いいですね。はい。信長様、はい、この時間を使って面白い小話してもいいですか。ハードル上がる上がる。えらい上から来たね、赤ちゃん。VTR 流れろと心の中で思っております。名古屋おもてなし部招待にものすごく殺意が湧いております。はい、おせりとプランタたちの敗戦の助かった。来た、ほい、ありがとうございます。じゃあ VTR 見ましょう。一回 VTR 見ましょう。はい、どうだとかね、名古屋おもてなし部招待ちょっと気になることがある。ちょっと待ってください。はいはい、はい、そしてね、あの皆さんね、信長さんたちがね、名古屋の信長さんたちが何を言ったかっていち早く知りたい人はね、明日にでも名古屋城に行けばいいんだ。そうなんだ、名古屋城に行ってご本人に音声トラブルで聞けなかったから。どんなんやじゃあね、苦情が来ます。はい、じゃあ苦情がたちこんだけね、いっぱいありますんで、上手にセッティングしてね、お客様と一体感の時間を作りましょう。記念撮影をね、先にしましょうか。その間に治ったらまた放送するということで、治らなかったらそのままエンディングに向かいます。では、清須の武将隊の信長様、ドセンターをお出しください。清須武将隊の方たち周りを固めて、そして我こそは前列だろうと思われる方々、あーもう雪村様前列だろうな、グイグイ行くんだろうな。あー、いいね、雪村様、さすがでございます。ね、後ろでもね、上手に上手に皆さん並んで、はかり組のこと前にやってあげた方がいいのかな。ちょっと前に出させていただいてね。あ、ちびっ子とかもね、前の方にね。あ、ちょっと背が低いよとかいう子、こっちに行った方が、中行った方がいいかもね。中行った方がいいかも。どうぞどうぞ。なんかね、ね、二段目の人ももうちょっと下がってください。実はね、太鼓の方たちもこれいっぱいね、待ってくださってるんで、じゃあ皆さん奥に入れていただいて、せっかくなんで。はい。お顔が見えますか。皆さんお顔が見えますか。お顔が見えてますか。はい、お顔見えてますか。ね、こちらの方見てお顔見えてますか。よくこのシャドウ。はい、お顔見えてますか。あ、ちょっとね、赤月さん下がってあげる。あ、後ろの太鼓の方がね。そうそう、2段目の方もうちょっと下がってあげてくださいよ。そちら大丈夫かしら。こっちは大丈夫ですか。よしよし。じゃあ、下手のお客様からいきますか。あっちか。あっちから見て、どっちからでもいいですよ。では。清須の信長様、しっかり清須、こうやって手でふわってふってやってください。信長様の手の方向
皆さん、こう、よいしょっよいしょっやってあげてください。いいですか、あっちからいきますよ。じゃあ、よきから打とうか、せっかく。せーの、よきかなって言ってちょうだいね。いくよ、せーの、よきかな。皆さん取れてますか？逆に近いとね、取れないパターンもありますからね。ね、上のお客さんもいいですか？取れてますか？取れない。あ、そうか、俺もあるもん。ね、これね、権六さん、はい、キオスの写真かなんかでね、ブログかなんかでアップしてあげるとね、皆さん、そうですね、ね、あの皆さん共有できるようにね、してあげてくださいよ、はい、せっかくだったら。はい、それでは今度は反対側、こちら反対側、反対側、最後な、はい、せーの、せーの、よきかな。さあ、取れてますか？ねえ、なかなか近いと逆に取れにくい時もありますからね。早いかもしれない、全部な。あれ、雪村さんは全然かぶいてないけどいいんですか、その普通の感じで。ふざけたりしなくていいんですか？いいんですか？ふざけなくていいんですか？雪村さん、ふざけなくていいんですか？まぶし、それまぶしいから。ダメ、ダメな、逆になりますか？取れてますか？さあ、野村さん、真ん中いきますか？真ん中ですよ、上のね、お客さんもね、撮ってね。なんだね、写真だと思った今。すごいな、島の写真館みたいな、カシャンって撮った。なんだありゃ、すごい撮ったね。みんな撮れてますか？一生懸命撮ってくださいね。いや、魂取られた。いや、もうすぐ魂取られるか。まだと30分ぐらいです、魂取られる。ねえ、いいカメラね。さあ、皆さん、思い出はできたでしょうか？はい、さあ、どうしようかな。治ったのかな、プロジェクター。プロジェクター行く？もう行かない。よっしゃ、じゃあプロジェクターは、とりあえず保留ということで、キオスの武将隊さんね、去年もやらせてもらいましたね、はい、実はね、皆さんにね、こうやってボールにね、事前にサインを書いておいていただきました。なんで武将隊の皆さん、一つずつこれを取っていただいて、豆まきということでね、皆さんにお配りいただきたいと。いただければなと思いますので、ちょっとで見せてくださいよ。はい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 、いいですか？ボールがない人はボールを取りに来てください。一人一個ね、一人一個、皆さん、じゃあ皆さん、ここはね、武将隊のあうんの呼吸で1列目、はい、1列目、はい、1列目、いや、1列目信長さん、ちょっと力貸していただいていいですか？はい、1列目信長さんと横の列に並んでください。はい、せっかくのね、信長さんがいらっしゃる、聞いとるかい、みんな。1列目並んでね、1列目、信長さんと同じ列、横、はい、上田さんもいらっしゃいます。並んでください、上手に並んでください。はい、2列目、はい、2列目、暁の子の列並んでね。なぜかというと、三段打ちしましょうという話なんです。ねえ、せっかくだから。いいですか、1段目、1列目こんな少なくていいの？もっと前、もっと前あるよ。どうぞどうぞ、もっと前来られるからね。はい、3段目、あ、じゃあ3段目ここね、3段目、2段目、これ手挙げといて、暁ちゃん。はい、2段目ここ。なんで4段目があるの、あんたたち。三段打ちって言っとるかね、ただの野郎。なんで4列目がおるの、ちょっと、なんだたちは。日本語。はい、三段打ちだよ、三段打ち。いい？みんな三段打ち、前の方に入って、前の方に。ね、こういう時にもお客さんを楽しませてあげましょうよ、せっかくだから。三段打ちって言って、パーンパーンパーンって言うか、聞いてますか、後ろの人。あの角の紹介だと聞いてますか、前に入ってください。前に前に。じゃあね、じゃあグイッと、いいかな、大丈夫かな、いいね、もうこれで、もう細かいことは知りません。はい、じゃあね、これはね、清洲の武将隊さんからのアイデアでございますが、豆まきと一緒です。福の内、福は内、うれしそうに指さすんじゃないわ、信長様、あんたのみたい。じゃあ、福は内と言って、1列目が投げる、1列目がしゃがむ、2列目が投げる、2列目しゃがむ、3列目投げるというように、長篠の合戦を思い浮かべる三段打ちでよろしくお願いします。はい、皆さん準備はいいですか？では信長様、ご礼をお願いします。先行福は内、一発目。はい、しゃがめ、終わった、2発目行
5度目の正直でございます。 VTR です。もう一回プロジェクターの前を、どうしても名古屋の武将隊さんからの伝言をね、皆さんにお伝えしたいということで、さあさあさあ、さあ上届くかな、上もね、2階も届かせてあげると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。うちの人、体を飛び出してかんよ。ではプロジェクターを開けて、もう一度名古屋さんの VTR が届くかどうかの、これがね、最後のチャンスですよ皆さん。これじゃダメだったら諦めましょうね。暗くなっちゃった、暗くなっちゃった。頼む、では頼む、お願いします。光がついたぞ。誠にお疲れさんじゃ。これ動きバレした方がいいから。まさかな、この400年前に出会って、わし自身に会えるとは思っとらんかった。私も。これ多分ですね、レンジが温まってなかったんですね、今できちゃう。我ら竹千代、会えたとのはこの後にですね、いけましたね。もう一回だけチャンスはある。もう一回、わかりました。もう一回やってみましょう。今、今出たからね。レディーゴーゴー、準備はいいですか。来た来た、持ってこい。頭に引っかかる。後ろ、まあなかなかな、会う機会が少なかったゆえ、こう交流も図れんかったが、なあ、わしとおみやさんというのはちょっとおかしいけれど、なあ、この思い出は深きものである。また会える日をわしは楽しみにしとるぞ。わしも。そうそう、わしの幼名は松平竹千代、会えた殿は犬千代でござったな。なんでこれだよ。竹千代と犬千代、名前は似とるが顔も性格も違う。その者たちが切磋琢磨をし、この地を盛り上げてまいった。あれこれ思い出すと非常に思い出の昔に子供もたくさんございますが、しかしながらこれよりもまた再び会える日を真っ黒待ちにしておる。さあ、南南何ですか。はい、じゃあもう一回流れます。イエスさんのこと飛ばしましょうよ。飛ばせないですか。おしろ。まあなかなかな、会う機会が少なかったゆえ、こう交流も図れんかったが、なあ、わしとおみやさんにもちょっとおかしいけれど、なあ、この思い出は深きものである。また会える日をわしは楽しみにしとるぞ。そうそう、わしの幼名は松平竹千代、北枝殿は犬千代でござったな。夜だ夜だ。ためはみ出てます。竹千代と犬千代、はい、名前は似とるが
顔も性格も違う。子供たちが切磋琢磨をし、この地を盛り上げてまいった。あれこれ思い出すと、あの家康様の2回目の中に思ってないでしょうね。しかしながら、これよりも再び会える日を真っ心待ちにしておる。さあ、皆皆、再び我らと共に出会える日を、我ら名前をもてなしの状態、全員で心より待っている。この度は誠にお疲れさんじゃった。そしてありがとうさんじゃった。また会おう。さらばじゃ。さらばじゃ。はい、ありがとうございます。